天理の棋譜現代将棋ミステリー、実況やっていきます。ペンタと申します。よろしくお願いします。さあ今回第11回目ということでだいぶ長引いてまいりましたが、記者会見のところですね、早速項目確認から目的そして人物の動き見て、進んでいきたいと思います。最終王者戦の記者会見に勝田名人は現れなかった。サイバーテレビの曽我局長は激怒し、予定通り最終王者戦を行うことを宣言した。名人を急いで探さねばならない。名人が再び消えたのはなぜか、実在が証明された千里眼が絡んでいるのだろうか。私は事件解決のため長峰会長に呼ばれているということで、会長もね、なんで歩みに一任するのかよくわかんないですけどね。もうこうやって公開されてんだから警察に言ってもいいでしょっていうみたいなね、まあそういう重箱の隅をつくようなあれはよしにしてなしにして、会長は今まで起きた事件を洗い直し正気の一族を突き止めるつもりだ。正気あっちゃいましたけどね正気森で陣屋旅館の森であったけど超性格悪そうな顔しましたね。はい、一ノ瀬歩美、前日に勝田名人の称賛を聞く千里眼大引きか迷います、蝶の刑、幼なじみの歩美を心配しているも自分もプロ棋士になる瀬戸際で戦う。ほんとギリギリなんですよね蝶の刑はね。確か真剣士友禅の孫、奨励会三段リーグ最終戦を前に悩む勝田名人、AI との最終王者戦の記者会見を欠席、消息不明、再び。はい、長峰会長、将棋連盟会長、名人の消息を探る。自身は千里眼を持っていないと主張。森下九段、正気に過去の記憶を追求され、思い出す。前日夜に名人宅で目撃。うわ怖え。正気目の傷怖すぎでしょ。真剣士竜禅の弟、竜王峡決戦後も賭博等に手を染め今も将棋界を憎む。正気の一族、これねまた別になってるんで、もう少しっていうか誰か登場人物が増えるんじゃないかと思ってます。やっぱり実行犯がいるっていうことでしょうね。竜王峡文書の盗難など一連の事件の犯人とされるが正体不明。はい、ということで先に進みましょう。第1局まであと3日。なんか嫌な予感がするな嫌な予感がするな、すごく嫌な予感がする。あ、久しぶりにこの BGM 来た。君は我々が帰った後も勝田名人宅に残っていたようだね。何時までいたのかね。夜の0時は過ぎていました。名人に変わった様子は。記者会見について何か言っていたか。いえ何も、ただ心は決まっていたようでした。それは最終王者戦を戦うということか。そうです、そして自分は勝つだろうと言われていました。自信があるのなら堂々と記者会見に出るはず、その予定に見えました。早急に名人を探さなければならない。まずは名人のマンションに調べに行って調べてくれないか。私がですか、なんででしょう。はい、勝田名人は再び姿をくれました。昨日私と話してくれた意図は何だったのだろう。私は再び名人のマンションに向かった。結構ねこの選択肢が増えましたね。今度はほら場所を移動できるようになってるんで、これいよいよここからなのかな。俺もうそろそろ終わるんじゃないかと思ってたんだけど。名人はまだ部屋の中にいるってことはないかな。あ、よかった、蝶野くんと同行なんですね。まさか、え、あ、なるほどね。私たちは口をつぐんだ。名人が部屋にいて会見に出られないケースは、最悪の状況を想起させる。やられてますね。話は将棋連盟会長から伺いました。マスターキーを用意しますので特例で中にお入りください。うわ怖え。
大丈夫かこれ。いないか。何かおかしいよこの部屋。いや昨晩の訪問者の最後は森方九段でしょ。まずはじゃあ室内。ああ人が住んでいる部屋ってこんなに綺麗なものから何か違和感があるんだよね。例えば指紋がつかないように部屋中を拭いたとか。それは現実的ではないかな。どっちかっていうと普段は住んでいないっていう感じですかね実は。床これはカフスボタン。争った。違うこれ名人のものじゃないよ。いや森方九段じゃん。じゃあアイテム化された。なんじゃこりゃ。こんな要素ありましたっけ千里の棋譜。正田名人のマンションに入った記録を見ることはできますか。正田さんの部屋のみならば可能です。夜の11時以降から朝までで訪問された方はいますか。昨日は随分多くのお客があったようですが23時以降ですと23時に1人。あそれは私ですね。いやそれは分かってるよ。騎士の皆さんが帰った後に取材のためにもう一度入りました。あともう一人おられますね。夜中の1時です。はい怪しいぞ。多分あの人だ。森方九段でしょ。室内床管理人全部やったんでとりあえず出ます。じゃああとここしかないんだね。マジかよ。めちゃくちゃ多いじゃん。やばいな。まずは開館前。この行動を選択してくださいから入る感じ。まあ、逆転裁判的なシステムだと思うんだけど、フラグが立ってると、自動でちょっと展開が進むんだと思うんだ。だから、この青文字で行動を選択してくださいってなったら、とりあえず別の場所に行きます。これも違うな。おっと対局日程表っていうのがあるね。これちょっと見たことないんで見てみましょう。すっ飛ばしますとか言っといて。はい来た。6月5日高橋九段森方九段記録係雪村さんだ。この世界は相当狭いんですかね。奨励会三段リーグ最終戦これは延期になりました。以上。何の情報でもなかったな。ただ6月5日の対局高橋森方これは何かの何かあるのかな。ああ私たち入れないんでした。3階が行ってないですね。ああこれ来たね。お早速怪しいやつ発見したね。森方九段徹夜明けですか。お疲れのように見えます。森方九段に見せたいものがあります。あボタンを早速ね。はい忘れ物ですよと。私がつけてあげましょうか。歩みマジで本当気合入りすぎだと思うよ。名人の部屋にありましたよ。私が来ただけはなかったのに。ボタンがあったかどうかなど覚えてるはずもない。その通りです。でも深夜の客は先生ですよね。もう私車の中で見てましたからね。それが何か。名人は何と言ったのですか。教えてもらえないのですね。部屋には誰もいないのです。最後に名人に会った森方九段なら何かを知っているのでは。ああなるほどね。確かに玄関の防犯カメラの映像を確認しろ。カメラの映像を見れるのか。管理人さんに事情を話せば多分できるかと。それなら私が帰った後のものまで徹底的に洗え。私も同行する。森方九段刑事みたいな。すごいな。でも確かにその通り映らずに出るってことは難しいでしょうからね。ただそうなんだよ。不特定多数他の住人も映っちゃうからさ。正田名人のことはよくご存知のはず。ご協力お願いします。ゴリ押すな。マンションから出ていく方を確認しましたが、ああ、そうか、マンションから出ていく方ね。正田名人が外出されたようには見えませんね。
おお、この人たちはマンションの方ではないですね。多分どこかの部屋のお客さんだと思いますが。それを見ることはできませんか？絶対正気いるって。もう怖い、マジで怖い。え、名人とは関係ないですよ。男女のカップルのようですな。え、これカップル感出るとすると雪村三段と、え、蝶野はでもこの場にいるからな。やめよう、ちょっとつまんない説明がやめよう。見せてください。めっちゃ怖い鍵しか映ってないですね。何か違和感がありますね。訳ありなんでしょうが、それでも奇妙だ。これ男女二人ではなくて、真ん中に一人誰かがいて隠れていませんか？この写真からどうそれが見えるんだろうか。真ん中の人、名人じゃない？出てんじゃん、思いっきり。防犯カメラを意識してるんだ。だから真ん中の人物が映らない。確かに、もう一人の人物がいて、それを隠しているようだ。なるほど。まあ拡大してバレちゃしょうがないけどね。すげえ顔してる。正気という真剣士は賭博などを通して地下組織ともつながっていた。我々が思うより巨大で犯罪のプロ集団が背後に控えているかもしれない彼らが名人を誘拐したということですか？十分にあり得ると思う。現代では考えにくい。考えにくいけどね。え、その場解散なんですか？森方九段、せっかく助手席に乗ってくれたのに、すんごい顔して、ちょっとかっこよかったね。午後になって私は会長宅に呼ばれた。ちょっと早く来すぎたかな。わあ、落ち込んでます。奨励会大会ですかね。あ、明日は奨励会三段リーグの最終戦。そのことで頭がいっぱいなんだわ。今日はなるべく彼の邪魔をしないようにしようと。頑張ってね。私は蝶野くんの様子が気になりながらも会長宅に入った。頑張らなきゃいけないのは、相棒同じなんでね。よく来てくれた。君と一連の事件のことを話したかった。おお。君を巻き込んでしまった大の事件、あの時正気の一族からの要求があり、私は誘い出された。ああ、だがあれは名人の消息不明に乗じた犯人の作戦に過ぎなかった。しかし今度は違う。2人の人物が名人を連れ去ったのならば、組織的な誘拐の可能性がある。誘拐ではないと思いますけどね、僕は。だって明らかに正田名人は抵抗してないじゃないですか。カメラを意識してわざと出ていってるから。なぜ歩みに、え、怖い。 BGM 止まった。やばいやばいやばい。千里眼は私が持っている。え、もし名人が第三者の手によって拉致されていたのなら、その目的は千里眼になる。犯人からの要求があった場合は名人の安全を最優先に考え、千里眼を手放すつもりだ。なるほどね。なるほど。だから私が千里眼を持つことを曽我局長経由で真剣士に伝えてほしいのだ。じゃあなんで探させたんでしょうね、この人は。でも真剣士正気が犯人とは決まってないですし、今までのは何だったのか。サイバーテレビに報告したら余計にニュースが大きくなる可能性があります。サイバーテレビ側も名人がいない状況に混乱しているし、警察沙汰も避けたいはずだ。向かうしかねえじゃん。向かいますよ。曽我局長に、リークと。真剣士とつながっているならそちらに情報を流してください真剣士が今もそのような力を持ち、大掛かりな誘拐等を、画策していると。50年前ならともかく、現在では、なんて呼ぶんだろうね。こう、いや、わかんないです。ごめんなさい。本当に。勉強不足で。
でもあなたは神経質を通じてその送られてきた書類をリークしていますよね。我々も匿名で送られてくる封書を公開しているだけでその所在はつかめてない。いや絶対あなたでしょ。名人がどこに消えようがそれは我々には関係ないことだ。困ることはない。曽我局長は慎重な言い回しに終始し、名人や真剣士に関する情報を出すことはなかった。私は応接室を出て、ロビーに降りた。電話です。よかった。そう、全然ね、相手にされませんでした。局長は絶対ね、真剣士の俺親族だと勝手に見てんだけどさ、その辺の話出てこないんだよね。いや、伝えただけでも効果があったかもしれない。相手にしたいようでも、してないようでも実際には真剣士とコンタクトを取るかもしれないし。そうか、言われてみればそうね。僕はこれから研究会があるから今日は手伝えないよ。大丈夫、明日は大事な最終戦なんだよね。森方先生の研究会？いや違うでしょ。え、そうなの？森方先生徹夜らしいですけどね。会長は長野くんにも千里眼のことを話しているのね。さあ、とりあえず会長のところに戻りましょう。いいな、会長の千里眼欲しいな。でも会長はなんで誰にも継承しなかったのかですよね。現役引退してるわけだから。うわ、やばい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 。はあ、マジですか。はい、机の上のメモっていうめちゃめちゃ怪しいのがあるんで、とりあえず見させていただきます。メモには将棋道場の名前が書かれていた。検索して調べると今はなくなっているが住所だけは分かった。もうやだー、これ。私は住所を頼りにかつて将棋道場があったハイビルにたどり着いた。ビルの3階、ここが目的の場所のはず。ダメだ、電気もつかないし、ボイスまで来てしまった。これはもう事件が起こる可能性 2億%ぐらいです。光の入らないハイオフィスの廊下、私は前方に人の気配を感じた。誰？会長ですか？あゆみ、長野くん、どうしてここに？声が出なかった。会長の部屋に行ったらメモがあったから急いで来たんだ。あったー、目的は同じか。私も同じよ。僕が先に行くよ、あゆみは後からついてきて。いや頼もしいね、本当にありがとう。目がようやく少しの光を捉えておぼろげに辺りが見えてきた。廊下の奥に誰かが倒れている。会長？会長やられた？会長、ご無事ですか？どうして一人で行ったのです？千里眼は？千里眼はアイテムみたいに言うな。千里眼は奪われた。なんでだからそのお前はしれっと。文書の時もそうさ。え？相手の写真くらいは撮るつもりだったのだが。やっちまってんじゃねえかよ、ほんと。もう会長、私がもう少し早く行けば。そういうことじゃない。今から犯人を追います。ね、もういいですよ、警察でも公開されてんだから。 SP でも何でもつけていきなさいよ。この男は名人とは思えないほど不用心ですね。犯人の顔は見ていないのですか？はっきりと見えなかった。だがよく考えてください、本当に。まあ、こうじゃなきゃゲームは進まないんですけどね。私の読み筋が正しければ犯人は致命的なミスを犯した。致命的な、うん、会長の行動が見せてるようにしか見えないんだけどな、僕は。ほう、目星はついた。目星はついたのはいいんだけどさ、ここまで来たのは結局会長を戻すだけっていうね。何の手がかりもないですよ、今んとこね。まあ、会長がこの後何かを語ってくれるのであれば話は別なんですけど。千里眼が奪われた後、私は再び会長宅に呼ばれた。呼ばれたのは私だけですか？他の人は？今回は内密にしてある。
そうでないと話がしにくい。過去の事件を振り返り、君の意見を聞かせてもらおう。うわぁ。それから私の推測を話す。長期の一族となる、犯人が行動を起こしたのは2度。今回は3度目になる。はい、文書盗難事件を検証。第2の事件、君のアパートに侵入した何者かに私は流儀王教文書を盗まれた。あなたは本当に盗まれてばっかりだ。あの時確かに誰もが入れる状況だっただろう。あの周辺に聞き込みをしたかね。私たちの後ろに車とかあるいはタクシーとか、いやそれはいたのは覚えてますよ。大家さんがもう一台の車が来たと。え、そうなの。その後に蝶野くんは走ってずぶ濡れになってきました。もちろん君のアパートの裏口はいつでも開いているんだったな。ガバガバじゃん。だからそこから入ることが誰でもできる。確証にはならない。その通りです。だからこの事件から犯人を特定するのは難しい。そう、姿を見えなかったかね。お？なるほど。だがあの時蝶野くんが来たが中に入れず外から呼んでいたな。彼は裏口が開いてるのを見落とした。え？あの時も言いましたが簡単に見つかるはずですよ。後日夜中にカレンがうちに来ましたからね。ほう。ここは置いておこう。了解。はい、次に第一の事件。6月1日深夜11時ごろ、私の別宅に強盗が入った。狙いは竜王教文書だったはずだが、私は別の場所に保管していたため、犯人はそれを取り損ねた。第一の事件のカメラ映像だ。防犯カメラに不審な人物は映っていない。犯人は君たちとすれ違ったかね。取材アポは23時だった。君たちが入ったのは23時近く。はい、22時にカレンさんが訪問。そしてなるほど。22時半に何者かに襲われた。犯人は部屋を物色するが竜王教文書は探せなかった。犯人が部屋を出てくときにはもう蝶野くんと君が来てもおかしくない。君が来たときはどんな感じだったかね。覚えてはないが、私が先に来ていて蝶野くんは後から来ました。それ以外の人物は見ていません。仮に私がやられたとして犯人が逃走したとしよう。その時間はカレンくんが帰った直後だ。犯人はカレンくんが帰るのを見計らって家に入ったと見るのが妥当だ。それが、22時半。おお。私は正気の一族ということで防犯カメラを切ってその人物を迎え入れた。話し合うつもりだったがいきなり背後から薬を嗅がされた。読みません。倒れた私をよそに部屋を物色する犯人。だが時間の終わりが近づく。それは来客の可能性を予感したからだ。それが23時直前。実は私の家の前の道路は市道だからね。そこにも防犯カメラがある。しかし防犯カメラには映っていない。では煙のようにすり抜けたのかね。考えられませんね。残るは敷地内に隠れているということ。これは夜であれば可能だろう。通用口もある。つまり一度出てから指導内を戻って玄関に出ることは可能。知っていれば。やばい、もうこれ決まってるじゃん。正気の一族。ですね。その通りだ。客として来たうちの誰かがそのままこの家に留まったのだろう。あの日君たちが来る前の客は森方九段、雪村カレン三段。
こうなっちゃう？こうなっちゃうのかな？森方九段来てたんですか？なんか俺話聞いてなかったのかな？うん。カレン君は龍禅の孫だが、彼女の本当の胸の内はわからない。うん。森方九段は父親が真剣士であり、千里眼に対する思い入れは強い。しかし、騎士な、あ、これは騎士なら誰でも同じ。動機づけから、類推するのは、類推かな？するのは無理があろう。だから、状況から考えるしかない。雪村カレン三段が帰る様子は、指導の防犯カメラに映っており、私が昏睡した時間はそれよりも後だ。なるほどね。カレンさんはね、違うとしか思えないんだけどな。あらかじめ調べがついていれば、防犯カメラに映らないことも可能だろうと。今回は、犯人が調べていたと思われる。22時半に忍び込んで、君が22時45分に来る。結構ギリギリだけどね。うん。ああ、なるほどね。15分であれだけの物色は不可能。君が来た時点、22時45分でも、まだ犯人は室内の物色をしていただろう。犯人推理するまで来ちゃったよ。推理しましょう。うん。私は物的証拠を持たないが、状況証拠と私の感覚で頭に一人の人物が浮上した。状況証拠と私の感覚で、私はなぜ、私は自分が千里眼を持っていることを隠したのか、わかるかね。なぜだ。途中森方九段が千里眼を持っているかのような展開になりましたよね。実際に彼は正気にも呼び出されているし。は？うんうん。それは身近に犯人がいる可能性があって言い出せなかったから。そうだね。それは間違いない。うん。君が調査した結果と一致するかどうか試したい。竜王教文書と千里眼を奪った犯人の可能性が高い人物は、はい、どうでしょうか。これはさ、きついんですよね。非常にきついですよね。まあ、私的にまずないのは高橋九段ですね。はい、これはないと思います。そして正田名人は、ちょっと待って、データログ見よう。結構戻るようだね。うん、そう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 。蝶野くんはね、裏口が開いてるのを見落としたんですよ。いやー、これね、本当にわかんない。なんだかんだ言って結構難しいですよね。仮想の話では森方九段か雪村さん、このお二人がね奪ったのではないかっていう、まあ会長の投げかけがありました。で、まあ正直高橋九段と正田名人は私はないと思ってます。で、なんかちょっと前からね、なんでかな、なんでだろう、この人が俺少し怪しく見えてきちゃったんですよ。蝶野家一旦言っていいかな。だから蝶野くんは先に来ていて、敷地内にとどまり、いやーでもな、指導まで出たらカメラあるわけだからね。後から来た感じを彼が出せるのかどうかっていうことだよね。敷地内から出てきて、やっぱり、やっぱりそうなのか。彼が正気の一族、おそらくは孫だろう。ああ、怖え。そんなはずはないです。彼の祖父が真剣士だなんて聞いたことがないわ。
家族に実際に会ったことは。経歴は調べればいい。長野は強くなりたくて奪った。だから森方九段の弟子になったんですかね。泰山先生の眼差しだったから、そう考えるのが自然なのかもしれないね。千里眼を得ることができれば泰山先生のような強さを得られる。だが彼は勘違いをしている。泰山先生はもともと強かったから千里眼を使いこなすことができた。年齢制限が、迫る奨励会三段は誰もが必死になる。いやー、信じたくないけど、でもね、俺結構でもないか、もう前に言ったんだよ。そう、よくよく考えれば長野くんがあゆみのアパートに来たタイミング、かなりなんかグレーだよねっていう話をね。なんかそのちょっと疑問がね解消されて、いい気分です。つまり逃げずにとどまって、そして、うん、そう事件後に本当にそれ、これはまさに言った通り。確かにあの場所に来れる人間は絶対にいないわけではない。尾行していたのならもなおさらだ。だが彼はあまりに早く来ていた。そう、本当に入れ替わりだったんだよ。うわー、でも歩みは超否定するね。そう、そこで第三の事件、これがねよくわかんないんですよね。犯人は明らかに焦った。千里眼を得るために、なぜ千里眼を得る必要があったのか。彼が真剣師正気の孫だったかどうかより彼は強くなる必要があった。奨励会三段リーグの最終戦だ。だから今までのと違って今回の千里眼盗難に関しては周到な準備を怠っている。今日は対局が集中している日、森方九段は対局、雪村カレン三段は記録係。なるほど、将棋会館で見たあの部屋、今日の対局帳、あれはやっぱり意味があったんだ。つまりアリバイがある、対局してるよ、今対局してるよってことだったんだね。長野は対局もなく一人で研究をしていたはず、彼にはアリバイがない。でもこの事件に限れば他にアリバイがない人なんていくらでもいます。その通り、証拠にはならない。あくまでも3つの事件を並べて推測されるだけだ。マジか。だから調べてみてくれ、彼が持っているかどうかを。これは奪われたものと同じ空のメモリだ。ダミーにもなるだろう。あ、じゃあやっぱり千里眼はデータなんですね。詳細は言えない。彼は明日も大事な将棋を指さねばならない。だから逃げることはできない。今頃必死に中を見ているはず。彼には焦る理由がある。でも長野くんが千里眼を取ったとして、彼が将棋の一族であるという証拠にはなりません。確かに、単純に将棋指しとして強くなりたかったっていうだけかもしれないですからね。おそらくパソコンなどに指しているはず。彼に気づかれないようそれを抜き取るのだ。あなたはさ、このさ、このね、か弱い女性に何を頼んでるんですかね。本当にあなたが抜きに行けよっていう。それじゃあ疑われちゃうのか。っていうか長野くんは知ってるんだ。なぜあいつは会長が千里眼を持っているとたどり着いた。さあ、なぜか小田名人卓がありますけど、あの子はどこでパソコンを見てるんでしょうかね。将棋会館とかで見ますかね、そもそも。それはそれでおかしいよね。そんな危ないことをしますかっていう。ああ、高橋くんがいた、よかった。何か情報をください。長野くんの状態はしつこぶるため悪いでしょうね。はい、実は長野くんは明日負ければ2段に降格になります。2段に落ちたのならばまた3段に登らなければならない。
3段リーグを落ちる状態の奨励会員が2段から再び3段に戻ることは、登ることは至難の技です。なあ、もしできたとしても1年以上かかるのが普通でしょう。さらにプロである4段になるにはそこからさらに3段リーグを勝ち抜く必要がある。かつて三段リーグから降段した奨励会員で最終的に四段になった者はいない。つまり明日負ければ彼がプロ棋士になる可能性は事実上消えることになるでしょう。あの会長の家の前でちょっとこう思い詰めていたのはそういうことだったのかな。っていうかそういうこととしか思えないよね。はい、2回行ったんでじゃあ3回もちょっと覗いてみます。森方九段がいるかもしれないんでね。予想通りですね。あの逆転裁判的な感じでこうだんだんこう場所によってね、あのこの人いるだろうみたいな見えてくるんで、森方先生は長野三段の師匠ですよね。最近の、彼の調子はいかがですか。将棋界では師匠とは名前を貸すだけで実際には指導は行わないのが通例だ。なんだその通例は。長野が低迷しているとしても私は何もできない。自分で学び殻を破るしかないのだ。それはそれで切ない話ですけどね。ただ師匠だってライバルだよってそういう話だと思う。お場所を教えておこう。吉祥寺の将棋の森という将棋、教室だ。 OK、 そこが根城だな。行かしてもらうぜ。寄り道はなしで。いや心の準備ってなんだろうね。いやもう全然できてるよ。大丈夫だよ。カレンさんどっかにいたのかな。ちょっとちゃんと呼んなかったの。今更になって後悔したけど。ん、一応オープンになってるね。ああ歩みか。ごめんね、研究で忙しいところなのに。さあここどうなる。ああいいよ、ちょうど一休みするところだから。そう、それじゃあコンビニでも行ってきてよ。コーヒーでも飲みたいな。さあ、うまく釣り出せるか。どうしたの。いや行ってくるよ。冗談だったのに本当に行ってくれるの。別にいいよ、ちょうど一服したいところだったから。さあどう来るか。これはもしこのデータを抜き取ったら蝶野くんは見ることができなくなる。コピーにしておけば蝶野くんはまだ見ることができる。いやこれ選択絶対迫られるじゃん。言われていたけど。ただいま。ちょっとコーヒー。なんでキャラへ。機械が壊れて時間がかかったけど。動いたんですかね。ちゃんと買ってきたよ。はい、ありがとう。邪魔しちゃ悪いから、やっぱり帰るよ。あ、送ってくよ。いいよ、大事な対局が明日あるんでしょ。さあこれ。大丈夫。大丈夫じゃないけど、もう今から何をやっても仕方ないし。いやーこれどうなるんだ、わかんないぞこれ。本当に彼が犯人なのかな。今のところ全く。しばらく会うことはできないんだ。取材を手伝うこともできないし。見えてこないぞ。何より歩みはこの件から手を引いた方がいい。ああそれをここで言うってことはやっぱり犯人なのかな。うん、私もそう思ってた。え、なんかゲームオーバーチックじゃない。あのごめんね。何が。知らなかったんだ、蝶野くんがこんなに厳しい状況で将棋を指していたなんて。明日勝たないといけないんでしょ。誰かから僕の成績を聞いたんだね。聞いてしまいました。三段リーグまだ4勝なんだ。明日負ければ2段に落ちる。2段からまた3段に上がってさらに三段リーグ戦を勝ち抜くのは無理だから。
明日負けたら僕はプロを諦める。奨励会をやめるつもりだ。年齢制限はまだ大丈夫だって。年齢制限は関係ないよ、才能の問題だ。今二段に落ちるなら。やべ、言葉出なくなってきたマジで。プロになるのはもう無理なんだ。そんな、僕は冷静だよ。自分の力は自分が一番わかる。迷惑かけてごめんね。私がいろいろと付き合わせてしまって。これは本当にどうなの？危ない目に遭わせたくなかったから大したことじゃないよ。迷惑なんて何もかけてないよ。歩みの取材を手伝ったくらいで負けが込むならそれは最初から弱いってことで。うん、だから気にする必要なんてないんだ。この言葉尻からするとどうしても彼がね、うん、犯人だと思えないけど、ね、状況証拠は完全に彼を指しているのは間違いないよね。翔野君は余談になれるってみんなが言っていたわ。周りの大人が言っていただけだよ、うん、僕は元から簡単に思ってない。翔太名人にも、子供の頃の将棋祭りで翔太名人の素質があるってそういうことじゃないんだよね。って言っているよ。大切な思い出のことをそんな風に言わないで。僕はプロになるために全てをかけてきた。将棋は勝つか負けるかだ。どんなにいい手を指しても決着はつき、勝者と敗者が残り、中間はない。同じだ、プロになれるかなれないか。確かに将棋っていうのは本当に引き分けっていうのはないですよね。僕は一局の将棋と同様に自分の人生と才能にかけた。プロ棋士になれるかどうかの勝負をした。負けた時の惨めな姿を人に見せたくはない。どうしてそんなことを思うの？誰もそんなことは思わない。蝶野くんの頑張ってきた奇跡は私も誇らしく思っていたよ。蝶野くんが知らないところで地元のみんなは話題にしていた。知らないおじさんが蝶野くんが商談した結果を見て嬉しそうに話していた。プロ棋士になっていなくてもあなたの将棋はみんなに力を与えていた。もし負けた時にそれでも頑張れたからよかったと振り返るつもりはないんだ。だからもしプロになれない時には後戻りできないほど全てをかけた、努力した。だから三段リーグまで来た。三段になれた。逆にプロになれないと悟り、それでも意味があったとは思えない。三段まで行ったから偉いとか頑張ったから胸を張れとかそんな風に言ってほしくはないんだ。負けは負けでしかない。そんなレベルでは勝負してないから。蝶野くんの心の内が見えましたね。普段こう、ね、優しい感じしか出さないからさ。大丈夫、歩美が彼女に、ね、なってくれると思うんだ。でも歩美が思っているほど僕は甘い勝負をしてきたわけじゃない。ごめんなさい。なるべくならこんな話したくなかった。でも知ってほしかったのかも。私気づいてなかった。蝶野くんがそんなに追い込まれていたなんて。気楽に連絡を取っていろいろと頼んでしまった。これいよいよどうなんだマジで。違うよ、あゆみが来てくれて嬉しかった。最初からそう言った通りだよ。僕はこれでも明るくなったんだよ。もっと暗かったんだから。私に気を使って、なんだ？振る舞ってくれてた。謎のエンディングか、見えそうな気がしてきたんだけど。気を使ってないよ。あゆみと話している時だけ。あ、出た。なんか笑顔怖いし。明るくなれたんだよ。今までの話でもいい記事が書けそう。うん。ありがとう。役に立てたならよかった。いやいや、千里眼の話はどこ行った？感動の話をしてる場合じゃないんですよ。それじゃあここでさようなら。うん、蝶野くん、明日の対局
頑張って。ありがとう。頑張るよ。蝶野くんって別れた。よくわかんないなこれ。もうなんか恋人みたいになってるぞ。着信？編集長。はい。なんでしょう。